吉田茂と松本ジョージと白洲二郎3人とホイットニー以下4人、1946年昭和21年の12月13日に会合があるわけ。それでそれぞれマッカーサー草案、英語で書いてあるんですよ、渡され、アメリカ側のホイットニーたちは絶えずチョロチョロと脅しの言葉を入れるわけですよ、会話の中に。今外で日光浴してたんだ、それを日光浴と言わないでアトミックエナジーとか言ってるわけ。ちょっと英語の分かる吉田、松本、白洲二郎、もう次の言葉は出ないです。まさか広島長崎忘れたんじゃないんでしょうねって言われたと同じで。それでもう一つ恐ろしいことをホイットニーが言ったのは、これを通すと占領が早く終わる。それはみんなおい本当かなと思います。もう一つのとどめは